中山競馬第10競走御宿特別3歳以上2勝クラス牝馬限定戦芝1 6 0 0 m 9頭で争われます。 1>, 1コーナーポケット地点からのスタート枠入りはスムーズ8番のディバージョンが今収まりました最後9番アンクロワが向かいます収まって全場ゲートの中体勢完了スタートしましたまずは3番ワンダーキサラいいスタートポーン飛び出して体半分のリードしかし外から8枠両頭が抜けていきます9番番アンンクロワのディバージオン 先頭2番手、3番手に外からスーッと4番のベルザニーニャが上がって4番手にインコース3番、ワンダー・キサラその直後にハンバシン7番のマンドローナの追走で奥深い向こう上面それに外から5番のエコル・フリューゲルが並んでいきますあとは2シン後方3番手1番ルミネイトその外に接近2番のレイブル・ラプレディそれから2シン最後方6番ラケラントシスという体型向こう上面の中間を過ぎて3コーナーに向かいます。逃げる9番の アンクロはリードは2馬身半2番手8番ディバージョン控えました3番手ハンバシンソ4番ベルザニーニャ800を通過。 1> 1馬さ5番のエコル・フリューゲル4番手内から並ぶ3番、ワンダー・キサラスーパー上がって今、単独の4番手それからそれに接近する7番マンドローネ 1, 馬1番、ルミネート2番、レーブル・ラフレリ600を通過最高方6番、ラケラントシス4コーナーのカーブを迎えます逃げる9番のアンクロワリードは1番手1番手3番手4番のベルザニーニャその内から3番、ワンダー・キサラ4コーナーカーブその外に出そうという7番のマンドローネ4コーナーをか ブチ戦へそして大外からは5番のエコル・リューゲルも追ってくるさあ先頭は9番アンクロワ200を通過そしてそれを追って4番ベレザニーニャさらには7番のマンドローネが3番手から2番手を追ってくるが前は2頭4番のベレザニーニャゴールイン2番手は最後内9番アンクロワか7番のマンドローネか内外離れて2頭の2着争い接戦 その中に1番ルミネイトさらに3番ワンダーキサラ差がなく続いています中山第10レース音塾特別ネバル9番のアンクロアの外から4番のベレザニーニャこれが抜けて外から7番マンドローネが2番手に並びました 2着争いが2等接戦しかし抜け出したのは4番ベレザニーニャ安城は内田博之騎手ベレザニーニャが制しました勝ち時計1分34秒5上がり4波論46秒53波論34秒6でした中山競馬大衆競争音塾特別 4番のベレザニーナが制しました3歳はアメリカンペイトリオットサン区見事勝利を収めましたまだ1勝しか上げてない身ではありましたが見事勝利を挙げた4番ベレザニーナ1着2着3着写真4着5着も写真判定 レース確定までもうしばらくお待ちください。